ッテが西武を迎えての2連戦第2戦です。まずはルーキー川村の立ち上がり、ランナーを置いてダブルプレー、これもうまく打ち取りましたね、うん、このダブルプレー大きかったですね、5-4-3 と渡って見事にダブルプレーでした。一方西武の先発は本田でした。先頭大木のストレートを見事に捉えました。自身もワクワクしたという一発、今シーズン第9号先制ホームランでした。そしてツーアウトから4番に帰ってきているマーティン、快音残して低い弾道そのまま伸びてのホームランでした。この辺りは圧巻でしたね。そうですね、これで勢いね、一気に乗りましたよね。初回2点を先制したところ、マリーンズです。ゲームは2回です。ライオンズはワンアウトランナー2塁3塁として柘植の外野へのフライ、角中かそれとも岡か、この体勢を見てサードランナーの殿崎がホームに帰ってきます。田村が1点を返されます。2対1。そしてゲームは3回です。このイニングもライオンズワンアウトランナー2塁、ルーネンキー外のストレートから空振り三振、ツーアウトランナー2塁で中村武弥の当たり、センターの岡、超ファインプレー。いや今日お立ち台岡選手も良かったですね。いや浦和 MVP は岡ですよ、この守備とね、あのギャンブルスタートね、超ビッグプレーでした、うん、そしてゲームは5回です。勝つ投手の権利を得るための川村のピッチング、ショートエチェバリア、ランニングスロー。その後ランナー1人を置いてバッターは源田、セカンド中村、ショートエチェバリア1塁、エアードと渡ってここもダブルプレーでした。勝ち投手の権利を得た中村です。そして5回の裏、エチェバリアは三塁線を破っていきます。これでノーアウトランナー2塁、この後のプレーですね、佐々木さん。いやこれはね、まあ、何とも言えないようなプレーですけど、マリーンズにとったら大きかったですね。はい、エラー、そしてフィルダースチョイスのランプが灯りました。これで3対1。さらにランナー3塁に置いて、ゴロゴーのサインだったそうですね。そうですね、だからまあギャンブルスタートですよね。まだ当たりも中途半端だったから良かったですよね、逆にね。岡が帰ってきて4対1。そしてゲームは6回の表です。プロ最長6回を投げ切りたいと言っていた河村ですが、中村拓也に一発を浴びます。ソロホームランで4対2。まあ、ただその後落ち着いてましたよね。そうですね、まあ、しっかりねこのソロで終えたのは良かったですよね。この先はセンターへのフライ。プロの世界で初めて6回を投げ終えたというルーキーの川村のピッチングでした。ゲームはラッキーセブンの攻防、7回のマウンドには国吉です。ランナー1人許しますが、柘植は空振りの三振、ツーアウトランナー1塁となって、川越はファーストゴロ。7回この1人を無失点に抑えた国吉のピッチングでした。さあそして8回、少し期間が空いた佐々木千早が8回のマウンドです。印象はいかがでした？まあ、淡々とね、あのしっかり自分の球を投げ切れたと思いますよね。変わらずという雰囲気でしたかね、うん、そうですね。そしてウーネンティンはセンターフライです。きっちりと3人で打ち取った佐々木千早のピッチングでした。そしてゲームは最終回、守護神増田がマウンドに上がります。ワンアウトランナー三塁一塁、ピンチを迎えて山川ストレートを空振り三振、最後は強気に投げ込んでいきました。そして柘植をライトフライに打ち取ってゲームセット、4回に逃げ切ったという千葉ロッテマリーンズ、これでチーム3連勝を決めています。ルーキーの川村が4勝目を挙げたという今日の一戦でした。